山田長政は、江戸時代前期に、シャムの日本人町を中心に、東南アジアで活躍した人物。通称は仁左衛門。出生は、駿河国の不幸利とされるが、同じく、駿河国の馬場町、伊勢国や尾張国とする説もある。沼津藩主、大久保忠助に仕え、六尺をしていたが、その後1612年に、朱印船で、長崎から台湾を経て、シャムに渡った。後に、津田又、左衛門筆頭の日本人傭兵隊に加わり、頭角を現し、鮎田屋郊外の日本人町の頭領となった。その後、鮎田屋国王より、高官に任せられ、王女と結婚したという伝説が生まれたが、シャム側の記録に該当する人物が見られないことから、その歴史的実像は明らかでない部分が多い。スペイン艦隊の2度にわたる、鮎田屋侵攻をいずれも退けた功績で、鮎田屋王朝の国王ソンタムの信任を得て、シャムの王女と結婚。第3位である、オークヤーセーナピムックという官位、金氏名を授けられ、チャオプラヤー側に入る船から税を取る権利を得た。ソンタム王の死後、長政は、ソンタム王の遺言に従い、シーオーラウォンと共同で、チェーター親王を王に即位させた。しかし、チェーター王は、シーオーラウォンに不信を抱き排除しようとして失敗し、シーオーラウォンに処刑された。その後、チェーター・ティラーとの弟のアーティッタ・ヤウォン王が即位したが、あまりに幼すぎるので、カンリラはその頃、チャオプラヤーからアホームスリヤウォンに昇進していた、シーオーラウォンに王位につくように願った。長政はこれに頑固に反対したために、宮廷内で反感を買った。この時、当時鮎田屋の貿易を独占していた、日本人勢力と対立関係にあった華僑の勢力の圧力が宮廷内に及び、長政は、リゴールの防衛を理由に、リゴール王に封じられ、シーオーラウォンによって左遷された。長政は1630年、バタニ軍との戦闘中に足を負傷し、傷口に、毒入りの膏薬を塗られて死亡した。毒殺は、カラーホームの密命によるものとオランダの資料は、記している。その後、ナコーン市イタマラートの知事は、息子のクンセーナーピムックが引き継いだが、内部対立があり同じ日本人傭兵によって殺され、長政の死と同じ年に、プラーサートとオーンは、日本人は反乱の可能性があるとし、鮎田や日本人町は焼き打ちされた。なお、日本の文学では、長政の大名を、オーヤーセナピモック、シーオーラウォンあるいはチャオプラヤーカラーホーム、スリヤウォンを、オーヤーカラーホームとし、親しまれている。文学上では、長政が南部の王国の王となったとするものと、知事に任命されたとするものがある。決定的証拠はないが、1770年に上陸したキャプテンクックよりも先に、オーストラリア大陸を発見していたとの説を産経新聞が紹介している。ただし、オーストラリア大陸に初めて到達したヨーロッパ人はクックではなく、1606年に到達したオランダ東インド会社の商人、ウィレム・ヤンスゾーンである。1915年11月10日、増14位。1938年、旧日本海軍練習艦隊が、鮎田や日本人町跡地に、山田長政を祭神とする、山田長政神社を建立した。戦艦図絵馬原点は焼失し模写。ガレオン船として描かれている、日本人義勇軍行進図、ワット・ヨムジーンに描かれたものの模写。ありがとうございます。